きすぎてる。触覚のせいでかさばりそう。色合いがなんか。色合いがなんだって？喋った内容によってはガトリブルガンの系だよ。陽皮紙って茶色くて不思議だなって。陽皮シリブルに文章を書く際、万が一書き損じてしまうとムームー怒ってうるさくなりまっしゅ。授業中に書き間違えたら面倒じゃん。それなら普通の陽皮紙使った方が楽ですわね。さて、奈落リメイク先行プレイ実況パート3になりまっしゅ。数時間以上さまよい、やっと魔人の斧の横の扉を開ける方法が見つかったので、それを今からやっていこうと思いまっしゅ。めっちゃ見つけるの大変だったねこれ。普通にプレイしてたらまず気づかない方法であの扉の鍵を入手することになりますん。初見で気づくのはまず不可能なタイミングでとある行動をすれば鍵を取りに行けましゅ。では、二度目の殺人鬼に追われる瞬間から始めていきましょう。このタイミングを逃してそのまま逃げてしまうと一生取れなくなりましゅ。まずはとある起点まで殺人鬼から逃げましょう。はい、こちらが問題の起点になりましゅ。ここで先に進まずに来た道を戻れるんでしゅよ。ミスったかで？結構タイミング難しいからよく捕まるんでしゅよ。二度目の正直。立ち止まる場所は大体この辺でしゅ。ここで一気に迂回して後戻り。おいけたいけた。あの場所では殺人鬼のスピードが一時的に遅くなるので、若干広めの空間を利用してギリギリ捕まらずに後戻り可能でしゅ。エンド3は初見ではまず気づかない上に高難易度。というヒントを作者様からはいただいておりました。それでも見つけるまで時間かかったねー。秘密の鍵を拾った。これが魔人の斧の横の扉の鍵になりまっしゅ。殺人鬼が落とした鍵。ここで奴は一旦鍵を落とすけど、エンリちゃんが奥のシャッター制御装置の電源を入れると気づいて戻ってくるので、おそらくその時に回収されちゃうんでしょうね。あれ？それなら機械の電源入れずにここまで戻ってくれば落ちてるんじゃ？その場合は残念ながら拾えません。状況的には落ちてるはずだけど、拾えないのはおそらくエンリちゃんが下見て歩いてないからだと思いますん。さっきみたいな特殊な逃げ方をすることでエンリちゃんの息が切れて、疲れて下向いてたら鍵が目に入った。という感じだと解釈しておきましゅ。さあ、いよいよこの扉を開ける時が来ましたよ。へえ、この扉だけ選択肢が表示されるのね。秘密の鍵を使用した。ここめっちゃ気になってたんだよねー。あ、これはオートマップ。ウィルヘンエンドセブンだけでなく、ここでも確認できるのね。なんか赤い丸印みたいなの見えたような。あ、なんとこのオートマップには印が付けられてまっしゅ。右上の G4 ってところ、You are here って書かれてるわね。今いるところってここだったんだ。お、オートの壁の外にあったんだね。他にも G1、G2 と印が付けられてる場所がありまっしゅ。G2 は位置的になら苦痛で迷い込むことになる施設ですわね。それに G2 のみアルファベットと数字の間にハイフンがないわね。G1 って行ったことあったっけ？ G1 はスラム街に建てられてるみたいね。なら苦痛でこの施設に入った覚えはないような。じゃあ奈落 X、もしくは奈落3の舞台になる場所なんでしょうかねー。怪しいところいっぱいあるんだねー。てか G1、G2、G4 の G ってどういう意味なのかな？答え方によってはどうなるか分かってるよね、霊夢さん。ギリギリに持っていくわけないでしょ。あ、ちょっと待って。周りに見えてるマップってまさか。バルブハンドルのロック解除レバーがあるところですわね。すぐ右下のはしごの位置からも見えてた覚えが。ああ、言われてみればそうだった気がする。それよりオートマップの G って何？何の略なのかはちょっとわかんないわねー。確かなら苦痛でも G なんとかって表記は一瞬どこかで見た気は。記憶曖昧なので一旦スルーしましょう。てかこのはしご、めっちゃ長いんでしゅが。あ、なんか上明るいよ。もしかしてここは、うわ、外じゃん。さ、殺人鬼が回り込んできたところだねー。オリジナル版では殺人鬼がどこから回り込んできてたのか不明だったけど、リメイクでついに明らかになりましたわね。まさか一番安全に逃げられるルートでは？魔人の斧が砕けた。斧は結局ここで壊れちゃうんだね。戻る必要はない。逃げよう。エンリちゃんが魔人化せずに生きて脱出できる唯一のルートがついに。中戻らなくても。早く逃げよう。置いていった服は相変わらず取りにはいけませんでした。では、このまま施設から逃げちゃいましょう。殺人鬼追いかけてきてないね。魔人化せずに逃げられるなんて一番いい終わり方でしょうか？エンド3、生還。お、人間のまま生き延びました。最強の終わり方したじゃん。いや、一番いい終わり方ではないでしょうよ。そもそもオートは闇に覆われてるのですん。これだとオートの闇に立ち向かう重要な戦力が一人減るも同じですわよ。あくまでイフエンドとして見た方がいいかもですん。確かに。エンリがいない続編はちょっと想像できないよね。ハッピーエンドのように見えるけど、長い目で見るとオート陥落まっしぐらなルートかもしれません。それにしてもエンド3背景のエンリちゃん、だいぶ強めのモルトラークかけられてるわね。霊夢さんあんまりそういう発言は。モルトラークって何なの？知るのは別に知らなくていいのよ。この続きを少し考えるとするなら、まずは一旦騎士団に報告かしら。いや、エンリちゃん喋ろうとしないから、まずは自宅に駆け込むんじゃない？そんで血まみれのエンリちゃんを見た両親がびっくり仰天して騎士団に報告。そして問題の施設を調べてもらい、お気に入りの服も回収するんでしょうけど、多分事件そのものはもみ消されちゃうんでしょうね。そっか。奈落の存在自体がこの王国の闇そのものでしもんね。ここまで血まみれになってたらさすがに人目にもつくでしょう。
家に帰る途中で絶対怪しまれるし、完全にもみ消すの無理なんじゃない？そこはウィルヘンで見かけたアント部隊に任せれば、奈落の存在が公に広まってしまう前に、知りすぎた者をこっそり暗殺するのはたやすいかも。いや、暗殺するよりかは記憶を飛ばす方が安全ですわね。ああ、例のスプレー使えばできそうね。このゲームを遊んでくれてありがとうございます。次回作で会いましょう。とりあえずこれでエンド6のみが残りましたね。多分ウィルパートの方でどこか見逃してるんだよね。殺人鬼から逃げる途中であえて引き返すという手順で思いついたんだけど、ウィル編で闇バイトメンバーから逃げる時に、途中で引き返せそうなタイミングあったわよね。あ、なるほど。そこで引き返せば違うルートに入る可能性ありましゅね。全然思いつかなかったよ。早速試してみましょ。ここは二手に分かれてる上に同じ場所に通じてるので、簡単にぐるり倒壊して戻ることができましゅね。さあこれで別ルートへの道が。もう一人来ちゃったわね。くそー。後から追ってくるやつの存在忘れてた。どんまいどんまいりぐるぐる。ここからであれば一気に二人追ってくるので、安全に迂回できるはず。おっと、奴ら引っかかってる。障害物があると引っかかって動けなくなるのね。できれば黒髪のやつは動いてほしくないので、金髪野郎を引きつけてから逃げましょう。おー、黒髪のやつがうまく引っかかったね。これで闇取引現場まで逃げ切れば果たしてルート分岐するのかどうか。でも仲間がたくさんいるからな。ここでまさかのご登場とはね。あら、こっちに来てしまったの？少し予測がずれたわね。なんであなたがここにいますのでしょうか。あや、追ってきてたやつは？え、あれ？あれ？さっきまで追ってきてた二人組がいつの間にかいなくなってる？逃走し始めた直後からアント部隊が動いていたみたいね。仕事早すぎ検診。仕方がないわね。少し寝ててちょうだい。え？俺はかもれー。つけてたベイルアボカド。このルートでもスプレーで眠らされちゃうのね。すでにあの段階で彼女は、アント部隊に大量の金属を運び出すことを命令してたってことだよね。ここまで運び込まれて放置されてるねー。目が覚めました。あれ？俺、何してたんだっけ？確か、黒椅子のお店で買い物して。それから。あれ？なんで思い出せないんだろう？そもそも、俺こんなところで一体何を？また30分くらいの記憶が飛んでるんでしょうか。あのスプレーせこいよね。夕方だし、帰ろうか。夕方のオートマップ探索は初めてですわね。財布は盗まれてませんでした。ペンケースもそのまんまだね。怪しい薬も飲まされてないのかしら？もう夕方だし、帰ろう。先ほどの裏路地には戻れなくなってます。さて、買い物も済んだし、帰ろ帰ろ。町人の会話も変わってるようね。もう夕方だ。お家に帰らないと。黒椅子のお店には行けないんだね。とりあえず彼女の予想とは外れた行動をしちゃったみたいなので、謎の怪しい薬を飲まされることだけは回避できたのかしら。描写されてないだけで、実は飲ませてたりする可能性あるかもよん。さすがに人に見られる可能性がわずかにでもある場所では、機密度の高いと思われる謎の薬を飲ませたりするような人ではないと思うけどね。絶対飲まされてないって信じたいでしゅ。それってあなたの願望ですよね。霊夢アボ大丈夫なの？なんか今日は変な感じ。なんとなくなんだけど、何かがこの住宅街で動いたような。そんな感じ？なんて言ったらいいかな？いつもの日常と少し空気が違う？とか？ダメ。口で表現できない。確かに裏でいろいろ動いたりはしてましたよ。そういやこのルートってさ、裏に行く前に爆発音みたいなの聞こえるじゃん。他にも聞こえた人いないのかな？確かにあれだけ大きな音なら他に気づいてる人いてもおかしくないよね。うわーん、周りの人撤収してるー。あ、そこのお嬢さん、よかったら買って、お願い。だが男だ。オカリブルン。俺は男です。さようなら。ぐえー。ダメージ受けちゃってるよ。一個くらい買ってあげよう。人参は自宅のまな板にあったので入りません。ああ、もう夕方か。帰って夕飯の準備しなくちゃ。みなさんお夕飯モードですねー。そろそろ自宅でも夕飯の支度が始まってる頃でしょうけど、いつも通りマイペースでゆっくり行きましょう。オリバーの家、夕方になっても誰もいないのねー。オスカーだよ。神まみた。噛んでもオスカーがオリバーになることはないと思うよ。あ、このお二人さん、まだここで会話してまっしゅ。彼女と別れた原因はなんだ？もしかしてお前何かしたのか？実は彼女が浮気してたんだ。正直ショックだったよ。あらら、それはお気の毒に。なら慰謝料もらっちゃおう。慰謝料関連の問題は場合によっては複雑になってくるかもねー。まあ私らは関係ないので頑張って。そういやさっきから霊夢喋ってないような。無理にアゴ行きしたせいでアゴ痛い。まずはアベシヒデブタワバなどの簡単なアゴキから始めないと、差が大きいよ。アベシヒデブタワバの方がきついと思うけど、ここでぐるりぐるりしてた無職リグルおじさんいなくなってるねー。誰がリグルおじさんやねん。そういえば噂で聞いたんだけど、黒椅子がどうやら金属を大量に買い取って、自分たちの領地にたくさん運んでるって聞いたんだけど、なんか怪しくなーい。マジー？それ知らなーい。あの大量の金属って一体何に使うやつなんでしょうね。奈落には地上では見られない機械類がたくさんあるから、それらに使われる材料かしらね。くそくそくそ。なんでこのエリートの俺様が、こんな、こんな、くそ。
無能な社員ども、取引先の無能なゴミども、バカな消費者ども。どうして有能な俺の思考を理解しないのだ。どいつもこいつも無能なゴミどもめ。見下すタイプの人はみんなから嫌われるからな。それにこの人、性格もきつそうだし、怖いな。あなたの店が潰れたのは、単純に黒石よりも無能だったからです。もうこの人のライフはゼロだから現実突きつけないであげて。本屋の様子はどうでしょうかね。この時間になると眠くなる。お客さん全然いないから暇で余計眠いよね。あれもこれも選んでたら、こんな時間になってた。他にも面白そうな本がないかって探してたら結局そうなっちゃうよね。ネットのストリーミングサービスでどの作品見ようか悩んでるうちに、気づいたらどの作品も見ずに数時間経っただけで終わる現象と似てるかしら。そこまで悩むんだったらスパッと決めて一作品見終わる方がいいと思うけど。あ、カウンターにいた人が移動してる。おーおい、そろそろ開店時間になるぞー。準備できてるかー？これから忙しくなりそうな雰囲気なので邪魔しないでおきましょう。さて、カウンターには、隙あらばそうやって勝手に入り込もうとするわね。夕方になっても入れないのか。時間帯関係なく勝手に不法侵入しちゃいけません。今日も何も変わらない一日だった。平和だなー。平和な一日を送れるだけで贅沢でしよ。見るは危ない目にあったもんねー。でも記憶は飛んでるから本人にとってはいつもの日常とほぼ変わらないかもね。お父さんがよく行く酒場の店員さんのセリフは変わってませんでした。この散財兄ちゃんはどうでしょうか？職場に忘れた財布。結局取りに行ったんだけど、案の定お金取られてた。あらあら、それは災難でしたねー。くっそー。盗んだやつ許さねえぞ。いくら入ってたの？そういえば、昨日の夜、歓楽街で散財したんだった。危ねえ危ねえ。ほとんど残ってなかったんかい。でも新しく財布買わないといけないじゃん。お金がないことに変わりはないけどね。金なかったら食事どうするんでしょうかねー。ダジャレ？いやそんなつもりはないですん。遊びに使いまくったんだったら、次の給料日までしんどいんじゃない？計算できないキルのがよく彼の状況を理解している。計算しなくたって使いすぎたら何も買えなくなるくらいわかるって。さすがに財布とは別に必要最低限生活できるくらいの貯金は置いてあると信じておきましょう。家に帰ろう。自宅すぐ北の雑貨屋さんには入れませんでした。今日の夕飯どうしよう。作るの面倒なら外食もいいわよん。夕飯あると思うから入る必要はないよね。ここにマルちゃんいたっけ？店の前で喋ってたお二人さんがいなくなったのでマルちゃん見えるようになったみたいね。そしてこっちの通路は初めて入りまっしゅ。ここも人が邪魔で行けなかったところだったね。多分このまま家に帰ればエンド6到達するんでしょうけど、まだ確認してないイベントがこの先に残ってそうですわね。やけに物が多くてごちゃごちゃした裏路地でしゅねー。張って進むのがやっとでしゅ。こういう裏路地って変なやついるかもしれないからちょっと危ないかもよ。また怖いやからに絡まれたら逃げればいいんだよ。二度もうまくいくかどうかはわからないわよ。っていうか彼女に一回捕まってるルートだからねこれ。それより何もなくないここ？あ、入れた。何この家。椅子と机しかないけど。張り紙には、あら、調べることはできないのかな？何かしら条件を満たせばイベントでも起きそうな空間ですわね。机を調べても何にもない。ってことは、何もない部屋なの？せっかくこういう場所が作られて用意されてるのに、何もないってことはないと思うんだけどな。明らかに怪しすぎるわね、このマップ。何のイベントすら用意されていない空き家をわざわざ作るのかと言われるとちょっとね。確実に何かがあるとは思うけど、現状何もイベント起きなさそうなので、一旦諦めて家に戻ってみましょうか。奈落へ通じる壁のあるマップは何も変化なしでした。ただいまー。これで全エンド回収のはずでしゅが、やっぱさっきの気になるよね。エンド6、消えた記憶、何かされたようだ。なんかエンドメイト説明が全部赤字。何かされたってことは、やっぱ謎の薬飲まされてる可能性は。いやー、まさかねー。ゲームを遊んでくれてありがとうございます。お疲れ様でした。自宅北の空き家が謎すぎてまだ何かありそうな気が。絶対隠しイベントありそうだよねー。あ、リグルちゃん、作者様からメッセージが届きましたよん。え？生シャマから？全エンドクリアおでめとうだって？違いますん。なんとですね、本作のエンド数は7つではありませんとのこと。うへ？隠しエンドあるんだ。いや、八つ目があるの？とりあえずこれで終わっちゃうとあまりにもあっさりしすぎなので、頑張って探してみましょう。どこで隠しルートに分岐するのか心当たりがなさすぎましゅが、とにかくいろいろ当たってみましょうかねー。パート3までかかっちゃってる時点であっさりしすぎってことはないと思うけどね。いくら総当たりしまくっても全く進展がなかったので、最終的に思いついた手段として、秘密の鍵を所持したまま魔人化エンド到達を試してみましゅ。隠しエンドに関する進展はここまでなかったものの、一部小ネタ的なものは発見できたじゃない。あ、小ネタは隠しエンド回収後に紹介する形にしますん。時間かかりすぎちゃってるからほとんど寝てた。とりあえずこれで何も進展がなければ作者様に答え聞いちゃいましょう。隠しエンドについては直接メッセージがなければ一生気づいてなかったかもなので、できればこれ以上のヒントなしに発見したいところだけど、これでダメなら諦めて質問しちゃいましょう。
秘密の鍵を持ったままエンド2に到達し、ウィル編に突入。だけどイベントに変わったところはないよね。でも思いつく限りでは、秘密の鍵を持ったままウィル編に突入くらいしかフラグになりそうなことないわよね。頑張っていろいろ検証でし。エンド4、5、7ルートは片っ端から調べても何も変化なしだったので、エンド6ルートの夕方に来ました。とりあえずいきなり謎の空き家に向かってマッシュ。これで何もイベント起きないなら諦めー。いやいや、せめて夕方も片っ端から全部調べときましょうよ。あ。え？ヌベガをダブルピースしてないで行ってみましょう。何もなかったところにはしごできてる。お、なんかいろいろありマッシュ。隠し部屋来たわね。こんにちは、生です。このゲームをプレイしてくださってありがとうございます。この部屋は、道中で見たイラストが自由に閲覧できるよ。よかったらじっくり見てってくれ。それとゲームの感想を教えてくれたのなら作者は嬉しいです。いやもう単なるリメイクにとどまらず、むしろ新作ではないかと思うくらい新マップ、新イベントのオンパレードで、普通にプレイしてたら気づかない隠しギミックも用意されてるしで、なんかもういろいろ守護主義たでし。CG 集を見ますか？見よう見よう。どれを見ますか？ほえー、今までのやつ全部ここで見れまっしゅ。オープニング集はニューゲーム開始した直後のでしゅね。血まみれ背景から始まる上にいきなり死体の山からだから、初見だとインパクト半端ないのよね。あ、巨大ワームにごっくん。うわぁこれキモい。え、ですわね。こらこら霊夢さんダメでしゅ。殺人鬼も超怖か。脅迫力あったよね。もういい加減言い直さず怖かったって認めなよ。怖かったんじゃないんだって。そういえば何気に彼女の名前、ここで明かされてるわね。あ、そっか。後ろのアマリアさんって堂々と出てまっしゅ。アマリアは続編で出るよ。奈落 X の主人公みたいですん。ちなみに早ければ今年中にリリースするとのことよ。ほえー、また超大作ホラゲが来る可能性が。敵が主人公だなんて、あたいちょっと想像できないかも。ちなみに2025年に出る予定だった奈落3ですが、今回の奈落リメイク制作により色々追加で設定が増えたのもあって、どうあがいても2025年中に出すのは無理とのこと。なので一番早くても2027年、めちゃくちゃ作り込んだ場合は2029年がギリギリかもしれないとのことですん。ほえー、なら余裕を持って2030年コースってことでしゅよね。あたいはいくらでも待つよ。2029年かー。そこまでチャンネルが持ってたらいいですけど。なんかその発言、前も聞いたことあるような。あれ？血まみれじゃない演技の画像あったっけ？もしかして血まみれにならずに殺人鬼を倒すルートが？最初で必ず血まみれになるから、あの状態になるのは無理では？二枚目のイラストは結局使いませんでした。なるほど、おまけ画像でした。全く汚れてない服で斧を振り下ろすエンリちゃんもいいですわね。セーブポイントの背景集になりまっしゅ。多分見逃してるパターンはないはず。一番見逃しやすいのはロープエンリちゃんですわね。ロープ手に入れたらすぐ使いに行かず、一旦セーブポイントに立ち寄りましょう。魔人エンリかっこいい。セーブ背景のエンリちゃんはまだ魔人化してないんだって。さて、最後の本棚は。パスワードシュートウートのマップですわね。一つ目のパスワードが B と同じで、二つ目のパスワードが殺し屋の略なのはオリジナル版知ってる方へのサプライズでしゅね。最後にオートマップを見てゲームを締めくくりましょう。こらこら隠しエンドは？え、これが実質隠しエンドじゃないの？どう考えても違うでしょ。むしろおまけ部屋でしょうから他にも絶対何かあるわよ。まだまだ作り込まれてるかもしれないとかやばいねこのゲーム。では、セーブしたら夕方の街を片っ端から見ていきましょう。あれ？ここ開いてません。もともと閉まってたよねこのマンホール。やはり秘密の鍵を持ったままウィル編に突入すると、夕方にて隠し要素がいろいろ解禁されるみたいね。騎士団の駐留所から地下に行けるなんて思いませんでした。てか進んでも大丈夫なところなのかしら。何今さら不安がってんだよ。間違いなく隠しエンドに関わるエリアでしょこれ。開いてるってことは、奥に騎士さんいたりしません。こんな地下があったんだ。てか、勝手に入ってきちゃったけどやばいよね。万が一見つかったらどうなるでしょうか。でも、ちょっとくらいなら。やっぱりウィル君ってそういうところあるわね。そのちょっとくらいが後々命取りになるんだよ。まあここまで死んでないんだから大丈夫だって。大丈夫な保証はないっつーの。騎士団しか知らない隠し通路なんでしょうかね。一体どこへ通じてるんでしょうか。なんだか、すごく汚い地下だね。酒瓶とか、よくわからない木箱とか。酒瓶がたくさん転がってるってことは、騎士の人たちがここで飲み会でもしてたのかな。それに木箱の中身は何もなさそうだけど。というより、ここって何のための地下なんだろう？よくわかんないな。奈落に繋がる二つ目の通路なんじゃない？でも奈落であればこういった雰囲気の通路ではないはずよね。こういうコンクリートの壁なんかじゃなくて、なんかこう、金属的というか、とにかく中世とは思えない内装してましゅよね。あ、壁によしって書かれてない？椅子とか机とかあるってことは、やっぱりここで飲み会してたっぽいね。まあでもそうだよね。悪酔いする人もいるだろうし、地下の方が人目につかないし、バカ騒ぎしても誰にも迷惑かからないしね。騎士団の方々が近隣住民に迷惑かけないよう、地下で飲み会やってるらしね。よ、ウィル君。現場猫いるだ。現場猫ネタ入れてくるとは予想できませんでした。よし。
よし、二人とも現場で遊んでないでさっさと奥に進みなさい。危ない現場でふざけて現場猫の真似したら上司から雷が落ちると思うので、絶対に真似しないようにしましょう。では引き続き地下の奥へと歩いていきまし。あまりあって普段からこういうところ通ってそうね。あの子ならオート内の隠し通路、全部把握してるでしょうね。よ、誰かいまし。ん？誰かいる。あ、あんまり近づいたらバレるバレる。わわ、見つかったらまずい。音を立てないようにしないと。もうちょっと離れた方が。なんか俺、悪いことしてるな。自覚がありつつも違法行為働く癖があるよね。おい、そろそろ答えろ。教皇様の指示はあるのか？我々はいつでも動けるぞ。教皇様は動くべきではないと、そうおっしゃっております。なんだと？我々教会騎士が一体何人犠牲になったと思っているんだ。10人や20人程度ではないのだぞ。奴らをこのままの話にすれば、この国は滅ぶぞ。いや、滅ぶどころか、もう半分以上滅んでいるのだぞ。ひえ？王国の闇に関わることをまさに話し合ってるところみたい。この時点で半分滅んでるのね。それを分かって言っているのか。え？お、王都ってかなりヤバいのね。ですが、そう言って立ち向かった者は誰一人帰ってきていません。無駄死にするだけです。教皇様はそうおっしゃっております。ち、ではこのまま指を加えて眺めておけと。そう言っているのか？教皇様の言葉を代弁するのであれば、今は戦うべきではない、と。そして今の王国の現状を公にしてはならない、と。もういい。教皇様に合わせろ。今どこにいる？お答えすることはできません。なぜだ？教皇様の居場所が、奴らに把握される可能性があります。教皇様は、本当に戦う意志を喪失されたのか？いや、あれほどの同胞が犠牲になったのだ。慎重になっておられるのだろう。だがしかし、我々が動かねば、誰が奴らと戦うというのだ。それは、なんだろう。すごく物騒な話をしてる。多分これ、聞いたらダメな内容だ。早くここから離れよう。今は戦うべきじゃないとか、世間に公にするなとか言ってるけど、実際のところは、それ以上は言わなくていいです。ちょ、リンだ。誰だ？まずいでしゅね。早く隠れないと捕まりましゅよ。早く来た道戻って、そこ隠れるのはむしろ危険じゃ。む？なかなか際どい位置ね。その辺に転がってるリンが落ちて割れただけか。ネズミでもいたか？ち、脅かしやがって。ほえー、バレてない。さっさとそこから離れろ騎士。念のため、俺たちが来た道を見てきてくれ。もしかすると奴らが近くにいたかもしれん。例の連中がいなければ、そのまま持ち場に戻ってくれ。こちらのことは俺に任せろ。大盾持ってる騎士が駐留所のマンホール方面を見に行くみたいですわね。ここも安全とは言い難い。場所を変えよう。そうですね。地下を進みながら壁外付近まで移動しましょう。壁外付近。マップの位置から考えると、多分こう進んでるのかと。確かにそっちの方角に壁がありましゅねー。地図全然読めないからチンプンカンプン。とりあえずシスターと騎士一人が奥に向かいましたけど。ふう、なんとかやり過ごせたかな。さすがに怖かった。よし、さっさと帰ろう。戻ったらでかい盾持ってる騎士いるよね絶対。とにかく帰ろう。これ以上はヤバそうだし。うん、帰ろう。でも今戻るのは危険だよイル君。それでも一旦戻るしかないですわね。現場猫のところ見に行ってたら超逃げるチャンスだけどね。頼むからいませんように。いやー、絶対いると思うけどねー。あ、やっぱりダメでしゅ。じゃあどうやって逃げんのよこれ。これはリスクを冒してでも奥へ行くしかないかもね。あんなところにいたら戻れない。引き返すしかなさそうだね。うげー、運が悪いよ。そんなところに居座らないでよ。とりあえず壁外方面へ行くしかないんじゃない？絶対また変な施設迷い込むやつだよね。ここを行くしかないのか。どうしよう。進むしかないのかな。ひとまず扉を開けてっと。とにかく進んでみよう。それから考えよう。鍵は閉められてなかったでしゅ。そういや教会騎士って言ってたから、王都を巡回している騎士とは違うっぽいわね。教会って、家の張り紙に書かれてたスフェイン教会のことでしょうか。ここにいたね。あ、いた。おっと、まだまだ奥へ進んでる。え、しまった。鉄格子が降りてきましたわね。これは多分ついていけなくなったやつ？もしかして、通れなくなった？一応別の部屋には行けるみたいだけどね。柵が閉じてて通れない。さすがにこれをこじ開けるのは不可能っぽいし。どうしよう。別の道を探さないと。もしかしてこの先にスフェイン教会が？教会自体は王都のどこかに堂々と立ってると思うわよ。あ、はしご。あ、はしごだ。やっと外に出られる。本当に外に通じてるはしごですかね？別区画の街に出ちゃったりして。あ、ここ知ってる場所。生きて戻れたー。あー、やっと出れたー。怖かったー。結局あの人たちって、何だったんだろう？騎士の人は教会騎士って言ってたし。シスターさんの方は、あの服装って確かスペイン教会のだよね。あと、国が滅ぶとかどうとか。そういうことを聞いたって話は絶対に他人に話さないようにねー。うん、無理。俺は何も知らない。見てないし、聞いてない。帰ろ帰ろー。それが一番いいんだよ。グリーンだよ。
アマリアさんが自宅南から歩いてきてる様子がエンドセブンルートで見られたけど、間違いなくマンホール下の地下通路を通ってきてるわね。ウィル君の様子を遠くで監視しつつ地下通路から先回りして、うまく気を引いて誘導してたと。いやー、恐ろしい人でしゅよアマリアさんは。これで家に帰れば隠しエンドってことだよね多分。いろいろ聞いてはいけない話を聞いちゃいましたから、もしかするとアマリアさんはそれを知ってる可能性が。いやー、あの状況は確かにアマリアさんいなかったはずでしゅし。監視カメラみたいなのもなかったですから多分大丈夫かと。とりあえずこれで帰宅しましゅ。ただいまーお母さん。あら？エンド6と変わらないでしゅね。これはまだ他にも隠しイベントあるわね。ふえー、さっきの地下のイベントだけでもいろいろすごかったのにまだあるんだ。一体どこまで作り込まれてるのか。とりあえずまた片っ端から夕方の街を総当たりでしゅ。オスカーの家も誰もいないし、お店も全部行ったし。誰だ？さらなる隠しイベント発見おめでとさん。いや、ゆうくんどうしてノックしたの？あ、なんでもないです。すみません。子供か？高校生です。こう見えても小学生とかじゃないんだよ。そうか。ちょっといたずらでノックしただけだから許してねー。なんだろう？ここから離れた方がいいのかな？少し頼みがある。聞いてもらえるか？は？うわ、どうしよう。あらー、ほんの軽いいたずらのつもりでノックしただけなんでしょうけど、ドアの向こうの誰かさんから唐突にお願い事を。あ、怪しすぎるよリブル。関わらない方がいいんじゃない？一旦逃げても大丈夫なやつでしょうか？失礼しましたー。これがおそらく隠しエンドルートのイベントじゃないかしら？急に赤の他人であるはずのイル君に頼み事なんて明らかに不自然よ。下手に引き受けちゃったらとんでもない事件に巻き込まれるんじゃ。あのー。さっきの少年か。頼みは聞いてくれるか？どうしよう。本当に引き受けちゃうの？ちょっとだけ待ってもらうことはできる模様。あんまり待たせてたらイベント始まらなくなるかもよ。それならデータをロードすればいいだけなので。すみません。ちょっと待ってもらってもいいですか？一旦覚悟を決める時間をください。できれば急いでくれ。あ、はい。だいぶ急ぎの用事みたいですん。それならなんで自分で行かないんだろうね。ドアを開けて姿すら見せてこないし。どうしても見られたくない事情があるのでしょう。何度待たせても急いでくれって言われるだけみたいなので、話を聞きましょう。王国法に触れない程度の内容なら聞いてもいいですけど。いやこれ、絶対法に触れてるやつでしょ。こちらの封筒を、ある人物に届けてほしい。扉の下から封筒が差し出された。封筒？青い封筒を手に入れた。誰に渡せばいいの？中身は見ても。見るな。おいおい、見ちゃいけないって時点で怪しさ満点でしょ。俺が指定した人物以外にその封筒を見せるな。触れさせるな。もう犯罪の匂いがすごいんだけど。その封筒の中身は法に触れる内容ではない。そうですよね。だが見るな。この国の闇に関わる内容だ。うわぁ？闇に関わってる時点で法律関係なく消されるレベルの話なんでしゅががが。その封筒はこの町のどこかにいるある女性に渡せ。暗号は鋼だ。ちょっと待って、ある女性ってアバウトすぎてわからないんだけど。それに暗号ってで、できれば外見の特徴とか教えてもらってもいいですか？どうしよう。なんか急に喋らなくなったけど、中身を見てはいけない。どんな王国の闇が書かれてるのかめちゃくちゃ気になるけど、封を開けたら間違いなく消される。鍵が開いてたから入っちゃったけど、誰もいないじゃん。いや、右上の床怪しい。隠し通路から逃げたわね。なんで誰もいないの？幽霊？いや、冷静に考えるなら隠し通路とかかな。マジで渡してきた人、どんなやつだったんだろう。いつか続編で出てくることがあるかもしれないわね。ここの床、すごく怪しいけど。ダメだ。開け方がわかんない。そんなにがっちり閉まってる？よくわからないけど、これ以上関わるのはやめよう。それより青い封筒をどの女性に渡せばいいかでしゅよ。外見のヒントすら言われなかったのに見つかるのかしら。とりあえず怪しそうな女探すしかないんじゃない？困りました。この封筒、どうしよう。街のどこかにいる女性を探せって。無理だよ。むちゃくちゃだよ。とりあえず怪しそうな女性を見つけたら、暗号は？って質問すればいいだけ。ただそれだけ。簡単なお仕事。簡単ではないでしゅよね。見つかるのかな本当に。いや。難易度高ー。とりあえず街中の女性に片っ端から話しかけるしかないかしら？とんでもない仕事押し付けられちゃったよねー。岸に怪しまれる前にさっさと終わらそう。どこ探しても怪しい女性なんかいないんですけど。あ、散財兄ちゃんがいなくなってるわね。家の中入ったのかな？鍵が閉まっている。あや、家入れてくれないのかよ。普通は他人の家に勝手に踏み込んじゃダメなのよ、キルノちゃん。何度もガチャガチャしてたら入れてくれる可能性は。そういうことはやめなさい。あ、リブルよく見て。あそこの窓開いてない？ほんとだ開いてる。封筒を受け取る前までは閉まってたわよね。多分家の住人が換気のために開けただけじゃないの？さあ入れるのか。入れちゃったね。あらら、中はだいぶボロボロのようね。
人が住んでるような感じがしないんですが。冷静に考えて。なんで俺は、こんなところに不法侵入してんの？いやでも、この家ってあんまり人の出入り見たことないし。近所だし、ずっと昔から気にはなってたけど。不法侵入は割と何度も犯してるよ。だからって不法侵入はまずいよね。勝手に騎士の駐留所に入ったり万引きしようとしてたくせに今さら。やっちゃいけないと思いつつついついやっちゃう性分なのかも。でもイルを操作してるのはリグルだからね。私はプレイヤーなので何も悪くないでし。青い封筒を渡す相手がいるとすれば、こういう人気のない家屋の中とかかもねー。まさかその女性が勝手に窓を開けて中に入っていったとか？どんな人なのか緊張するね。わざわざ人に頼むほどだからそんなに会いたくない相手なのかしら？あ、壁の向こうに怪しい人影が。この人に青い封筒を渡せばいいの？壁に穴のようなものがあるわよ。なんかここ、物を渡せるくらいの穴がある。壁の向こうに誰かいる？暗くてよく見えないけど。肝心の姿はわからないみたいですわね。こっち気づいたみたいだよリブル。あ、暗号を聞かないとダメでしよ。来るのが遅かったわね。ちょっと道に迷ってしまいまして。なんか話しかけてきた。それで、例の封筒は？うん？封筒？もしかしてこの青い封筒のことかな？え？ということは、ある女性って、壁の向こうにいる人のこと？声も完全に女性だし。何をしているの？早くしてほしいのだけれど。暗号を聞くんでしゅよ暗号を。わわ、早く渡そう。あ、そうだったわ。暗号を言わないといけなかったわね。おう、向こうが勝手に言ってくれるみたい。なんとかセーフですわね。はがね、これでいいかしら？はい、確かにそれで合ってましゅよ。はよ渡せウィル。暗号のこと忘れてた。まあいいや。これで任務完了ですん。ウィルは青い封筒を、壁の向こうにいる女性に渡した。確かに渡しましたよ。あとは誰にも気づかれずこっそり家から出るだけ。金字の入った青い封筒、確かに受け取ったわ。それにしても何も喋らないなんて、通談尺は用心深い人ね。通談尺？初めて聞く名前ねー。青い封筒を渡してきた張本人かしら？用心に越したことはないんだよ。ぶ？あ、失礼。その呼び名はあまり好まれなかったですね。では私は本部に戻って、団長に封筒を渡しておきます。それと、ご分を。本部？団長？どこかの組織の女性ということしかわからないわねー。どんな姿か見たかったかも。何も喋ることなく封筒を渡せたー。思うところはたくさんあるけど、今はもう何も考えたくない。なんか疲れちゃった。もう帰る。お腹すいた。これで隠しイベントは全てかしらね。隠しだけで意外とボリュームあってお腹いっぱいでし。結局あの女性の正体はわからず。そういや本作に3つの禁書のラフィスさん出るかもしれないって情報があったりしたけど、作者様曰く、奈落リメイクにラフィスさんは登場しませんとのことですん。さっきの女性がワンチャンそうかなって思ったけど違うのね。もう、やることないよね。そろそろ帰ろう。お、これで隠しエンドフラグ立ったんじゃない？じゃあこれで自宅に戻ってみましょうかね。思ったより長い一日になっちゃったねー。ふう、今日はなんか色々あったな。家から散髪に行って。あれ？散髪に行ったっけ？アマリアさんに髪を褒められて切るのやめたじゃない。そこまで忘れちゃってるのね。うん？家から出て。これじゃあ商店に行ったことも。思い出せない。え？なんで？おかしいな。学校の暗記テストとかは得意なんだけど。家から出て何してたっけー？ほぼ夕方以降の記憶しか残ってないみたいねー。こういう時は朝からの行動を一から順に思い出そう。朝起きて、歯磨き、朝ごはん、朝風呂入って、学校の課題を昼過ぎまでに終わらせて、昼ごはん食べて、自分の机の上を片付けて、散髪行こうと決めて、それで、家から出て、あれ？って、なんかよくわからないけど、路地裏あたりで目が覚めて、それで、ボロアパートに行って、変な人から青い封筒もらって、謎の女性に封筒渡して、地下にも行ったな。教会騎士とか？スペイン教会のシスターさんもいたね。で、なんやかんやで地上に戻って、それで、今、そういえばさ、革のペンケース、なんで俺こんなもの持ってんの？ウィルが自分で買ったんだよ。後で自分の財布の中身をちゃんと確認しとくようにね。500ありえんなくなってるはずだから。なんもわからん。もしかして転んで頭ぶつけて、記憶が飛んだとか？そんなことある？まあ、わからないけど、ちゃんと思い出さ。これは、え、今さっきのなんだったの？おいおい急に化け物が映し出されたよ。D001。D001 だって？さっきのは原初の D ってこと？どうして D の姿が見えたのさ。え？何？俺、何言ってんの？というより、今の何？何の理由もなく急に D001 なんて言葉、思い浮かばないよね。なんか、怖くなってきた。帰ろう。これさ、やっぱアマリアに変な薬飲まされてない？その可能性が出てきたわね。エンド6、消えた記憶。何かが見えた。もう一つのエンド6という感じなのね。裏エンド6が用意されてたということですわね。それじゃあ他のエンドも裏があるの？さすがにこれで全部なんじゃないかな。D001
ゲームを遊んでくれてありがとうございます。お疲れ様でした。エンディングはこれで全てだと作者様がおっしゃっておりますん。ふえー、途中から長時間かかったけどやりきりましたよ。ウィルって絶対アマリアになんか仕込まれてるね。奈落2ではウィルくん出てこないけど、奈落 X もしくは3で出てくるとしたらちょっと不安ですわね。最初の D の存在も一瞬出てきたので余計に続編が気になりますし。さて、ここからは見逃しイベントと小ネタの紹介に移りましょう。迷いまくってる時に見つけたのがいくつかありましたね。まずは商店の小ネタからですん。財布を持って小銭買い物しようとした時のイベントになります。いろんなものが売ってる。さて、どれを買おうか。あ、しまった。財布忘れてる。取りに帰らないと。確か自分のベッドの上に置きっぱなしにしてた気がする。買い物に行く時は必ずお金を持っていきましょう。ついでに商店の人形の小ネタも見ときましょう。そうそう、これもありました。商店の人形を調べた後に自宅の人形を調べるとイルくんの新たなつぶやきが見れますん。確か5万600アリ円だったよね。友人とはいえ、なんで高額な人形をしかも見たいも。どういう心境で人形見たい。つまり10万のポンって俺に渡したの。イルくんが特別な存在らしいでしゅ。まあ、頑張ってねとしか。いや、ちょ、怖くなってきた。別に10万もする人形なら大切にしたらいいんじゃないの。こんな高い人形くれる友達なかなかいないよ。着るのは何もわかってない。は？いろいろ探ってたら裏エンド6ルートにて見逃しイベントございました。青い封筒を持ったまま自宅の庭のゴミ燃やすところ調べたり、自宅に入ろうとすると見ることができますん。この物騒な青い封筒、焼いて捨てちゃおうかな。焼けば中身も見られないし、俺も中身見てないし。それはそれでやばいことになりそうな気はする。渡せるもんはちゃんと渡さないとねー。まあでも、後が怖いし、もう少しだけ頑張ろう。次は自宅に入ろうとした場合ですん。さすがにこの青い封筒持ったまま帰るのはなんかまずい気がする。というより無視したら、なんか後が怖い。もうちょっと探すの頑張るかな。というよりノーヒントで、ある女性を探せって。絶対無理じゃん。大体なんでこんな物騒な封筒を、高校生の俺に押し付けるんだよ。あとこの街って結構大きいし、人も多いから探すとか無理。もうこの封筒、焼いて捨てようかな。青い封筒を渡すまで帰れない。裏エンド6ルートの見逃しは多分以上ですん。お次はリグルちゃんが迷いまくってる時に見つけた小ネタですん。この逃走イベント、実は二人目の追手が来る前に後戻り可能よん。アマリアさんが歩いてくる前に戻ることができれば隠しエンド発掘できるんじゃないかなと。だけど残念ながら前のエリアには戻れないのでここで捕まりましゅ。超タイミング難しいから暇な人は挑戦してみてねー。こちらも隠しエンド探索中に見つけた小ネタになりますん。まずはここで殺人鬼の後ろを取って後戻りします。そしたら秘密の鍵を取りに行かず、死体処理装置レバーの前で待機しますん。この時の殺人鬼の挙動をご覧ください。なぜか捕まえに来ないんだよね。そんでもって後ろをついていくことができちゃいまっしゅ。これ発見した時は確実に隠しエンド繋がってるかもって思っちゃいました。もちろんついていってる時に殺人鬼に触れると死ぬので、ある程度距離を取りつつ後ろをついていくといいですん。ここから先はついていっちゃうとすぐまた追いかけてきて捕まるんだよね。だけどこのタイミングで引き返すとギリギリまだ大丈夫だったりしますしゅ。ここからは殺人鬼が追ってくる判定がどの辺からなのか探ってますが、具体的にどの位置まで行けば追ってくるのかはうまくつかめませんでした。今殺人鬼の歩くスピード遅いけど、実際は見つかると超猛スピードで追いかけてくるから逃げられないよ。これはどうして助かったのかちょっとわかりません。で、また追跡判定探ってるうちに今度こそ殺人鬼を怒らせちゃって。こんな感じで捕まりますん。多分バグではなく作者様のお遊び要素かなと思ったので、この現象については報告しておりません。ちなみに死体処理レバーの反対側で待機している場合、これだと普通に捕まえに来るのでさっさと逃げましょう。最後の小ネタは、8体目の丸ちゃんになりますん。え？ 8 体目って言いました？丸ちゃんは全部見つけた自信あったんだけどな。実は8体目の丸ちゃんがどこかにいると作者様からメッセージが届きまして、めちゃくちゃ探し回った挙句、ようやく発見しました。まずは計7体の丸ちゃんの居場所を復習ですん。1、ウィルくんの自室のファイル。2、飲食店のメニュー表。3、酒場に入ってすぐ左横。4、騎士団駐留所のストップ丸ちゃん。5、無職おじさんのいる集合住宅前の看板。6、市場西側の集合住宅前の看板。7、夕方の自宅北側の飲食店前の看板。以上が街中で見られるすべての丸ちゃんになりますん。で、8体目は一体どこに？実は最初から最後まで、画面右上にいました。え？そうなの。右上って、真っ暗で何もないけど。まずはここにマウスカーソルを合わせますん。あ、その前に一旦明度とコントラスト調整するわね。え、それして何になるの？ほいっと、マップ部分が明るくなりすぎるので動画ではフィルターかけてますん。なんかカーソルのある場所にハテナマークが見えてる。明度とコントラストをうまく調節すると見えるようになるハテナマークなの？そういうことですね。補正なしだとこのように肉眼では全く見えません。
しかし明度調節することでギリギリ浮かび上がる程度に透明度を高めたハテナマークを設置してあるとのこと。この部分をクリックするとですね。まるちゃん、お前ずっとそこにいたのかよ。ちなみに右上クリックと言いましたが、実際はホールドしてますん。実はこれ、もともとはメニュー欄を表示するアイコンが置かれている場所で、普通にクリックするとこのようになるのですよ。まさかアイテムメニューアイコンを独自に改造してまるちゃんの隠れ場所にしたと。よくそんなこと思いつくねえ。さっぱりわかんないけど。ちなみに体験版からずっと右上にまるちゃんいるので、ガチで最初からまるちゃんに監視されていたというオチですん。最後の最後で衝撃の事実。これは普通にプレイしてたら絶対気づかないよ。以上、見逃し要素及び小ネタでした。ファンアート紹介に移りまし。本日のアゴキアートはつなぐみ様からトリックアートが4枚のみですん。隠れている絵は何でしょうか？ガトリブルガン。こちらは青二のふわっていたよね。では3枚目。フレディール。鹿の姿も見えまし。他はちょっとわかんないかも。では最後。これは多分リグ、さっきなんつった？つなぐみ様、うごめもで作成したトリックアート4枚ありがとうございました。以上ですん。ご視聴ありがとうございました。そして生様も奈落リメイク先行プレイの機会ありがとうございました。奈落 X も楽しみ。切るの、今さっきマジでなんて言おうと。